ジョシュア・アレクサンダー・ゼイードは、アメリカ合衆国、コネチカット州、ニューヘイブン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2009年の MLB ドラフト10順目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。2011年7月29日にハンター・ペンスとのトレードで、ジョン・シングルトン、ジャレット・コザート、ドミンゴ・サンタナと共にヒューストン・アストロズへ移籍。2012年に、 第3回 WBC 予選のイスラエル代表に選出された。2013年7月30日のボルチモアオリオールズ戦でメジャーデビュー。2014年11月20日にウェーバーでデトロイトタイガースへ移籍した。タイガースで監督を務めているブラッド・オースマスは第3回 WBC で監督を務めていたため面識がある。 2015年9月2日に40人枠を外れる、形で参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズへ配属された。2016年2月10日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結ぶが、3月30日に自由契約となる。4月7日に独立リーグ・アトランティックリーグのニューブリテン・ビーズと契約。6月7日にニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだが、 同年中に放出された。8月26日に第4回 WBC 予選のイスラエル代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たした。9月に開催された同大会予選では、決勝戦でイギリスに勝利し、本大会出場権を獲得した。2017年1月18日に第4回 WBC 本戦のイスラエル代表に選出された。 3月に開催されたは、同大会の1次ラウンドの韓国戦とオランダ戦で、当番韓国戦で、勝利投手になっている。2次ラウンドで、キューバ戦で抑えと日本戦で、先発当番合計4試合に当番した。3月22日にベストナインに相当する、オール WBC チームに選出された。イスラエルの2次ラウンド敗退後の3月21日に、 セントルイスカージナルスとマイナー契約を結んだ。2018年4月5日に現役引退を表明した。ありがとうございます。